さあ、5投手でストレート4連勝で勝ち越し決めることができるか宗像。対する太一山、左四つ小手に振っていく太一山、一気に前に出ていきます。寄り切りました太一山の勝ち。太一山が4連勝で今場所勝ち越しを決めました。宗像は5投手ここで一歩勝ち越しに足踏み、3勝1敗となっています。さあ、今の相撲いかがでしょうか。そうですね、太一山の方がちょっと低かったですね、立ち合い。その分先に攻められましたね、はい、宗像は立ち合い悪くはなかったんです。